違う仕方をやるね。俺たちのスタイルは違うけど、でも緩急は2人とも俺たちも使いますね。緩急多分プロじゃないかなって絶対使えないから。緩急の着てるけど、違うやり方。1と10が蹴れないっていうのは、なんていうかな、軽い蹴りっていうのは、じゃあ軽くて速い蹴りを蹴るってなったら、足だけでやると、もっと強い蹴りなんですよね。俺の場合、軽くて速い蹴りを蹴るってなったら、足だけじゃなくて、両足で蹴る。軽い蹴り。で、これまで、これ生活させるってなったら、もう相手が、同じ威力になるじゃん。さっきの練習前に出たりとか言ったみたいになるじゃん。もう距離測るみたいな感じで。全然違う。1と10を使える。腰を入れるか入れないかの差なの。だからまあちょっと違うけど。ちょっと胸だよ。胸だよ。胸だよ。胸です。軽い速い気が胸を入れる。胸だよ。胸これが俺のやり方、ゆうたくんのやり方は違うな、まあ、そうだね。これはスタイルの見解の違いだね。俺のやり方は、速いのはまっすぐ、速いのはまっすぐで、強いのはザラです。このままでまっすぐだとこれが速いので、あの強いのがまっすぐ、まっすぐだと速いから、こうこの軌道、ちょっと緩急からのやり方やってくれる。さっきあのこの俺が例えば俺とやってたんですよ。攻め優劣さ。俺の緩急ってもうこんな感じ。ああ。それやばい。こういうなんかもう極端にもう。はい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 。もうちょっと。一緒一緒。一緒一緒。一回。フェイントじゃないけど、相手に潜在的に自分の攻撃はこの程度のレベルなんだぞっていうのを与える感じ。これが結構ミドルとか、ミドルとかをこうやって上げて、あ、こんな感じでミドル上げるんだって思わせて、そう、同じ。それはインクの考えが。それをやめると、こっちとしてはいけない。富田さんの場合、スパーリングってなると痛いっすよ。結構な威力で来る。あ、結構強いなって思うけど、もう全部7、8割の威力で来るから、もう散歩ずつできないから、このぐらいならいいやと思って慣れちゃう。ただそれが、あの威力の緩急で、急にバッてあの威力で入ったら、倒れる。あ、そうね、この緩急が…僕もめちゃめちゃ威力がなくても、見えてない攻撃でいいと思ったんですよ。ただいくら富士さんみたいにミドルの威力が強くても、その素直すぎる攻撃とか、フェイントがない攻撃、緩急がない攻撃っていうのは、そもそも当たらない。ガードの上から当たったところで、ガードを壊すほどの威力はないから、フェイントとか感じを使っていかないと倒せないし、相手も嫌だなって思うことが全然ないから。やってて思ったのは、そう、嫌なんだよね。この緩急があるとさ、こう弱いけど来るじゃん。だから見えないからガードになっちゃって、でそのあとバーンってくるから、すごい疲れるし、リズムが取れない。言えばいいか、上半身を引かせる場合は、こう前に、やっぱこの状態で、富田君は結構、この状態、まっすぐの状態から蹴って、こうやって全然力が入るんで、こうついた方が強く蹴れる。逆にちょっと富田さんの体勢であの威力出るんだと思う。うん、そう。あの状態からあの強い威力出ない。富田君はこうだな。上半身をこう寝かす、この体重移動だから下がりながら歩けるときに、そうだ、それやってみて、こうやってこうやってやっといて、こうこれがやっぱこうなってると、そうだな、こうなってると足だけで後ろになってるから、なるほどね。あんまりそうだね、胸を張らないから、とにかく結構まっすぐに近い感じかな、こう構えてる感じが体人っぽい感じだぞ。そうだね、そうか、体重って言われる、すごい。スピードのない体重ね。確かにそうだね。ちょっとアップライトのところ。そうだね、そう。あんまりここなんないんだ。ちょっとこういう感じで。ああ、なるほどね。少し重心をこう。でも、この近いときは膝曲げちゃうから。近くなると膝曲げてパンチも打つし、このときはちょっと重くなる。近くなったら膝曲げる。
要はだってこの近い距離ってここを当てるんじゃなくてミドルはもう捕まる体だから、うん、でこの距離はこの足首、あ、手首のこの三角筋を狙ってるから、うん、高いところ。結構このぐらい棒立ちっていうかちょっと曲げるぐらいで速く、でこの時はこう来てこの距離を持って巻き込むみたいな、いや、いい使い分け、反発じゃないね。あとはその出す場所、みんなやっぱりこの道場でやってるとリングの感覚っていうのがないから、試合になってくるとどうしてもリングがあるから、みんなその壁に追い込めて俺結構いるんだけど、じゃあここ真ん中にさ、例えばワンツーミドルのコンビネーション出したとしても、後ろがずっと空いてたらもう逃げなくちゃ。で、こっちの俺がリングのサイドに追い込めって言ったのは、こういう風に追い込んだりすると、こういったら後ろに下がれないから、どうやっても攻撃が当たる。攻撃。だから今リングはないけど、例えばじゃあマスクとかスパリングやってくださいってなったら、ちょっとまあ、この前後は使えないけど、じゃあそっちで使ってたら、この2面を自分のコーナーのリングだと思って、わざとこうで回して、壁に追い込んで、もう真ん中じゃないし、ワン、ツー、ブック、ローってなって、もう後ろに下がれないから、それをもらうか、ガードするかしただけ。完全に避けられることができないから、それを考えるとめちゃめちゃ楽。相手が逃げないところをもうただ攻撃するだけだし、逆にリングの壁を背負ってたら相手が強い攻撃でも出せない。どうしても。もうこの真ん中同士でめちゃめちゃガラ空きだったらいくらでも腰据えて打ち合うことができるけど、もう何もなかったら後ろも下げることもできない。だからこっちが打ち合いに対していてもそっちからは怖い一発が来ないっていう感じ。だから俺マウスピースしてなくて、富田さんと体重差があっても打ち合ってる場面があると思う。それでも俺真ん中でそんな打ち合わないですよ。危ない。やっぱり富田さんの体重のパンチだと俺も絶対倒れるんで、それもう壁に追い込んだり後ろがない時に俺が腰を落として富田さんが上体が立ってる時に打ち合ってるんですよ。だからバカみたいに打ち合ってるわけじゃなくて結構考えてるんですよ。考えて圧力かけて回して押して、ああ自分のポジション来たってなったら自分のセットポジションだってバッて打ち合うから、結構考えてやった方が楽ですね。このリングがない分、その壁とか後ろがないところに追い込む練習すると結構楽だなって感じです。なるほど。そういう戦い方も考えられるね。そう。リングがないけども意識はしないといけない。そうだね。せっかくだ。分かってる人と分かってない人だったらめちゃくちゃ戦い方が簡単です。楽です。無駄に体力ばっかり消費します。この真ん中でアホみたいにバーってやってます。壁使った方が相手を逃がさない。まあ、逆にじゃあそういう練習もした方がいい。まあ、そういう練習もしたら、あんまりこういう番組でやらないで。そうっていう。何よりスタミナも消費しないし、安全だし、結構楽だし、まあ、そっちもなんか楽しいし、楽に戦えたなみたいな。毎回なんか今日もあんまりいい感じでいかなかったなってなる。毎回同じ戦い方してるからだよ。ただガムシャラ行くんじゃなくて、そう空間を利用して、まあ、ロープがあればロープ使ってカウンターしたことだけど、まあ、ロープがないなら壁をリングだと見立ててやったらすごい楽です。なるほどね。そういう戦い方もそうだね。そうなるほど。行ってもあんまり理解しない。いやでもね、プロたちには結構行ってるんですけど全然あんまり理解しないんで、全然リングがないから想像しづらいってのはあるけど、いやでも言われないけど、めちゃめちゃ楽っすよ、リングを。真ん中で戦うとか、真ん中で戦うのとかってよく言うけど、まずコーナーが背負ってる。ロープをすげえ利用するからね、うん、あえてロープにところまでこう詰めといて、それでこうグッてやっといて、これがこうブームみたいになるから、そこから飛び回りやったりとか、わざと飛ばされたりします。でもコーナーは一番だね。コーナーはこっちにもこっちにも逃げられない。そう、ではロープも使えない。もうロープにもう結構ハイテクな感じになってて、ロープ背負ってますよ感を出して、俺はもうあとちょっと一人分ロープあるのにわざともう追い込まれたようなふりをして、前蹴りわざともらって、この一人分のクッションを使って、めっちゃ高等テクニック。錯覚させる、あ、なんかそういうこいつ結構いい感じに攻めれてるから、わざと思わせて錯覚させておいて、誘ってしたら精神に靴回しがないから。そうです。
自分のリズムで強くできるから使うじゃん、こっちも結構考えてる。いや、行動テクニックだな、なるほどね。でもそういうのも意識した方がいいと思う。うん、全然、まあ、そっちの方が楽しいし、楽だから。そうだね、それで条件つけたらでもいいことかもね。ただ、もう僕みたいにスパーリングして、ミートやって、筋トレしてなんかやってたら、そうね、まあ強くなんないし。ちょっと頭使わない。考えるよ、考えるよ。体格もパワーも劣りやすいと思う。そういうことを考えないとダメだから。プロだったらそれぐらい考える。なるほど。いや、ちょっと。結構高等テクニックだね。でも、感じが必要ですね。まあ、そうだね。まあ、いいことは、これで、そうだね。そういうのを空間で利用して、やげるっていう。はい。っていうことでした。まあ、関係ですね。ちょっと達成しちゃったけど、これで。関係はあるよ。ありがとうございました。いえいえ。大事でした。なかなかこうやって話聞けないんで。俺も分かんないです。関係なんかないから。サンドバッグとリングがあれば、もっといろんなことを教えるんですよね。まあまあまあ。ないから、ないなりな、やっぱり。そう、ないんだったら、ない。いいですよ。まあ、やってていいですよ。ああ、ごめんなさい、どうぞ。まあまあ、こういう機会です。ボクシングなんかボロじゃないですか。上半身の可動域。ああ、確かにそうだね。ボクシングそうだよね。
やってんじゃないですか、こうやって。キックになるとやっぱこうなっちゃうんだよね。アップライトってこう構えがこうなっちゃうんだよね、対人っぽく。でもそれも間違いじゃないですか。で対人っぽく戦えればいいんだけど、戦えねえから、やっぱこういう、ゆたくんだな、みたいな。俺はでも、その、なんだろう、こっちからの時は、現場で最後に。でも、プロならキャッチはすげえ覚えてる。ああ、そう、キャッチなんて嫌だね。すごい嫌だね。キャッチを、すごいやる、自分のキャッチをできるか、すごい嫌だ。俺はスイングキャッチもできるけど、キャッチができたら、どっちもできない。キャッチは簡単だから。そう、やれれば。それだけ吸収すればいい。左に行くよ。キャッチャーは全然できないもん。今の取り方初めて見た。俺も初めて見た。なるほど。これで、ここでもうクリスが分かってるじゃないですか。これ多分フルで蹴られても絶対いかないんですよ。そう。しかも肘でブロックしてるから決めないから。これだと怖いね。パンチ。ここで俺がよく使ってたのは、俺めちゃめちゃキャッチする派なんですよ。こう蹴って、抜いて、ここを蹴って、この胸を持って、これすげえやらない。背中から落ちる。これね、やらない。これやりたい。やらない。これともう一つは、キャッチして抜いて、これを投げて、投げて、この反動で。2択っす。俺左ミドルの時は2択。それでもね、俺投げられたことあったもんね。すげえやだったターンで左ミドルって、まあ右もキャッチしますけど、右キャッチするのってどうなんですか。右は右手の背中。そうです、背中だよね。これはなんかこれはまあ、よくではないけど、これも上手い人は結構難しい。ゆうたくんキャッチさせてくれないんですよ。抜くの、ひねって抜くんですよ。結構抜かれる。ねじるの。いつも結構キャッチしようかなと思ってたけど、ねじられるんで。あ、やべ、こうやって。はい、まさに。